砂川ボートさんの今年の乗る船なんですけども、砂川ボートの何がすごいかっていうと、まあ日本で唯一のフルサイズのバスボートのメイドインジャパンの本当のメーカーさんが砂川ボートなんですけど、あとね、僕的にこれはちょっと僕の個人的なのかもしれない、あのすごいことなんですけど、うわどっか行っちゃった、僕作ってる人の顔知ってるんですよね。本当に作ってる人がもうスーパーメカニックなんですけども、その人顔を見ながらできる。で、まあまあこれボートカラーあるんですけど、砂川ボートって実は完全フルオーダー制なんで、色を一色ずつ自分で決めていってやっとオーダーになるんですよ。はい、だから普通ボート買いに行ったら黒にしますか、赤にしますか、青にしますか、白にしますか、そんな感じなんですけど、砂川ボートはここ何色しますか、ここ何色、このカーブと何色しますかみたいな感じのオーダーなんです。だあなたのための一手が本当に出来上がるっていうのが砂川ボートなんですけども、まあ去年のねトップ10霞ヶ浦戦バワーレだったんですけど、僕本当に一度は体痛くなくて、本当にこのボートってすっごい体に優しい、僕も腰を何度も言わせてるんですけども、だからこれっていうぐらい、まあサポートを受けてるわけじゃなくて本当に好きなボートなんです、はい、それがまあ砂川ボート、もうメイドインジャパンです、もう日本製信じてください。エンジンはどんな感じのセッティングで、あれ何馬力なんですか？これはねヤマハさんなんですけども、はい、SHO の225馬力、はいはい、がセットされてます。でこれで浅いところも行けるジャックプレートがあって、ね、プロペラは今どういうセッティングで行こうかなと。これはね、まあ、向こうにお任せ、 SHO の VMAX、はい、23ピッチですね、23ピッチ、はいはい、になってます。まあこれから煮詰めていくんですけども、はい、一応多分前が185馬力で、はい、96.5キロ前でた、はい、もう今度多分110キロは超えるだろうって言われて、まだちょっと慣らしで1回しか乗ってないんで、はい、まだ、はい、本当の力はまだ見てないです。まあまあそんな感じで、ちょっとすごいいいボートなんで、皆さんもよかったら心の隅に砂がイーグルを、はい、ありがとうございます。ちなみにここら辺までのプロ仕様でフルオーダーすると、まあもうざっくりのざっくりとかって、ざっくりでもね600万円ぐらいだと思うんですよ。まあこれナンバープレートも取って、はい、まあ、コード発信してなんですけども、はい、まあ、あの今の、まあ、今色々輸入ってありますね、まあ、だいぶ安いと思います。はい、600万円でこの夢の城手に入るんですね。あとはもっとね高くしろって言ったら豪華にできるらしいです。一応コストも下げて、はい、青木プロはフットペダルではなくてスロットル、あ、そうです、スロットルは取っちゃってます。あのこれは琵琶湖でですね、はい、ハンドウィード、あのハンダッチと言いますか、はい、半中腰で、はい、ハンドアクセルで、はい、ウィードを見ながら進みたい、はい、でどうしてもフットがあると、はい、中腰が慣れない、はい、ということで、あのハンドアクセルにこだわって、まあ、主に僕のビールは琵琶湖になってしまうので、はい、やっぱりそれを中心に考えて、はい、まあもちろんね、やっぱり激アツフットの方がいいよって言われるんですけど、私も僕ハンドでやってます。すごいなぁ。メーターリングとかもオーダーできるんです。あれはメインボディが、はい、これ新色のガンメタフレークなんです、はい、で、オレンジのライトがして、はい、でちょっとピンストライプでブルーメタリックですね、はいはい、そんな感じのオーダーです。春は、真っ黒ですね。春はブラック。まあ、トレーラーも合わせて同じ色に、同じ色に、はい、かっけえ。これがプロの乗るあれなんですね。僕は本当にね、お金持ちじゃないんで、いやいや、あの砂川さんにお世話いただいてます、はい、